私は鈴名という名前です。夫とは結婚してから14年経ちます。子供が誕生するまでは共働きでしたが、娘の出産をきっかけにして辞職して専業主婦となりました。私は働くことが好きだったので、出産後も続けたかったのですが、夫から育児に専念してほしいとお願いされたのです。専業主婦となることについては抵抗し続けていましたが、最後には義母から説得されたこともあり、やむなく承諾しました。それはとても退屈な毎日の始まりとなりました。母親として一人きりで娘と向き合う日々は楽しいですが、その分ストレスも溜まっていくものでもありました。夫婦共働きで亡くなった分、夫は私と娘のためにもっと頑張らなければならないと思うようになり、今まで以上に仕事に集中するようになりました。父親になったという責任感と、私を専業主婦にさせてしまったという責任を感じてしまっていたのかもしれません。そのため、遅い時間に帰宅してくる日々が続き、休日はクタクタで動くことができないほどです。私のストレスも溜まっていくばかりで、まさに悪循環でした。娘が成長していくにつれて、不満も高まっていきました。授乳期や離乳食の始まった頃などは夢中になるあまり、ストレスが溜まりながらも不満を抱える暇すらありませんでした。自分の時間が取れるようになってくると、様々なことを考え始めました。育児は父親と母親となった夫婦が協力して行っていくものなのに、自分だけが損をしているのではないかと思うようになったのです。そんな育児疲れの不満を夫にぶつけたこともあったのですが、夫からは、私と娘を守るために頑張って働いているので、私には家庭を守ってほしいと言われました。やがて娘が小学5年生になった頃、前に働いていた会社の男性 B から、再就職してみないかと誘われました。娘も自分のことは自分でできるまでに成長していましたが、この先、中学校や高校などに進学していくようになると、これまで以上にお金がかかってくるようになります。私は再就職についての話を持ちかけられた時、再度共働きになるいい機会だと思いました。再就職について夫に相談してみると、案の定彼は渋りました。けれど、娘が進学するにあたってかかってくる教育費の概算見積もりを見せると非常に驚いていました。こうして私のプレゼンテーションは成功したのです。私は前に働いていた勤務先に再就職することになりました。久々に自宅から出勤して仕事ができるのは新鮮で楽しいものでした。数年ものブランクがあるため、新たにこなさなければならない業務内容ばかりで、初めのうちは戸惑いばかりでした。しかし、専業主婦として過ごしていた頃とは違う、新たな刺激を受けることができたのも事実です。思い返してみれば、その時の私は浮かれきっていて、開放的になってしまっていたようです。どこで何をどう履き違えて、あのような過ちを犯したのでしょうか。夫と私は恋愛を経ての結婚でした。私の勤務先に取引先の営業として夫が訪問してきて対応したのが私であり、最初の出会いだったのです。昔から仕事熱心だった彼の熱意に負けてしまい、新たな取引を始めてしまったくらいでした。やがてその熱心さは私に向けられるようになりました。初めて出会った時に、私に一目惚れしてしまったと、後に夫から聞かされました。しかし、その頃私には交際男性がいました。同じ勤め先の5歳年上の同僚で、入社した時から世話をしてくれた人だったのです。私の勤め先では、職場恋愛というのは喜ばしくないことなので、交際しているというのは誰にも話さず、秘密にしていました。なので、私たちが恋人同士であることを知っている人はいなかったはずだし、取引先の会社で
営業マンとして働く彼が知るわけがありません。夫は私に熱心なアプローチをしてきました。毎日のように LINE メッセージが届くし、週末になるとデートをしましょうと誘ってきます。私は初めのうちやんわりとお断りしていました。ですが時期的に交際していた彼と喧嘩していたのと重なっていたというのもあったので、気分転換をするつもりで夫からの誘いに応じることにしたのです。私のことを大切にしてくれる彼の誠実さと優しさに驚かされました。自分が好きな相手と結婚するよりも、自分を好きでいてくれる相手と結婚した方が幸せになるという話を耳にしますが、その通りみたいです。交際中の同僚男性に秘密で夫と何度もデートをしていくうちに、私の心は次第に夫の方へと傾いていったのです。私は自分から同僚男性に別れを切り出しました。同僚男性と夫との二股をかけている状態だったので、このままじゃダメだと思い立ち、どちらかを選ぶと考えた時に、優しくてとても誠実な夫を選ぶことにしたのです。夫も同僚男性も私が二股をかけていることなどを知りません。うまく隠し通すことができたのです。この時の私はものすごく調子に乗っていて、二股をかけていても隠し通せる才能の持ち主だと思っていました。なので夫との結婚をする前にけじめをつけるために同僚男性と別れたのです。ですが再び同じ勤め先へ再就職が決まったことで、元彼に再会できるというドキドキ感を抱いている自分がいました。それだけ専業主婦という日々が退屈で仕方なかったのです。勤め先は以前と変わらず楽しくて賑やかでした。元彼のシータも結婚していて、奥さんが二人目を妊娠していると知り、お互いの時間が流れているのだということを実感しました。仕事内容は以前行っていたものと新たなプロジェクトを組むことで、それに関する補佐をさせてもらいました。元彼だったシータとコンビを組み、業務をしていくことになりました。新たな刺激を欲しがっていた私と、妊娠中の奥さんがいて退屈な元彼が関係を持つまでに時間はかかりませんでした。昔交際していたということもあり、それぞれのことはよく知っています。しかしこうした私たちの関係が夫にバレていたことなど、この時の私は知る由もありませんでした。私に対する夫と娘の様子が突如として変わったのです。娘は年齢的にも多感だから母親である私を遠ざけているのかもと思い、初めのうちはさほど気にしていませんでした。娘の態度が変わったのと時を同じくして、夫までもがよそよそしい態度を取るようになりました。よそよそしいというよりは無視されます。私がどんなに声をかけてもそこにいないかのように、夫も娘も返事をしてくれないのです。最初のうち私はなぜ二人がそんな態度を取るのか理解不能でした。彼らに対して悪いことなど何もしていないのに腹立たしくてたまりませんでした。そんな夫と娘に対抗するように、私も無視するようになりました。そんな生活を続ければ夫か娘のどちらかが折れて話しかけるだろうと思っていたのです。私は元彼のシータと会う数週間前にカレンダーに出張と書き込んで、当日テーブルに出張に行ってきますというメモ紙を残して出かけるのですが、この日も予定通り外出しました。行き先は車で2時間ほどかかる温泉で1泊2日です。夫と娘が眠っているうちに出発したのですが、その後私にとって最大の事件が起きたのです。私が出張と銘打った浮気旅行から帰宅すると、なんだか玄関の様子がいつもと違うのです。夫のロードバイクがないので外出しているのかなと思い、鍵を回して中に入ってみると、玄関は冷え切っていて人のいる気配すらありませんでした。
時間的にも娘が学校から帰ってきているはずなのにおかしいです。しかし私は玄関のシューズボックスに自分の靴だけが残されていることに気づきました。私はものすごく嫌な予感がして靴を脱ぎ捨てリビングへ駆け込みました。リビングにあるはずのソファーもテレビも家具の何もかもが運び出されていたのです。空っぽになってしまっているリビングに私は愕然としました。私は家の中を見て回りましたが夫と娘の私物は残っておらず私が使っていたものだけが残されていました。すぐさま夫のスマホに電話をしてみましたが現在この番号は使われておりませんというメッセージのみでした。どうやら夫のスマホは解約されているようでした。私はガクンと体の力が抜け寝室でへたり込んでしまいました。するとその時 A4 の茶封筒が目に入りました。封筒の中身を見てみると私が元彼シータと笑顔で過ごしている旅行中の様子を隠し撮りした数枚もの写真がありました。日付を確認してみると3ヶ月前のものでした。夫は何もかもを知っており私をずっと泳がせておいて機会を伺っていたのです。さらには署名捺印された離婚届と一通の手紙もありました。夫からのものでした。私が浮気していることに一番最初に気づいたのは娘だったようです。私を送ってくれた元彼シータの姿を偶然見かけた娘が父親に相談をしてきてそれを受けた夫が更新所に調査依頼をして私の動向を探っていたようなのです。私はそんなことにすら気づかず元彼シータと楽しんでいました。完全に浮かれきっていたのです。手紙には慰謝料を請求することや離婚すること、娘の親権は夫が持つことが書かれていて最後に娘の文字で絶対に許さないからねと記されていました。手紙を読み終えた時私はとんでもないことをしてしまったと思いました。覆水盆に帰らずという言葉の通り取り返しのつかない大切な存在を失ってしまいました。謝りたくても夫と娘がどこにいるのかすらわかりません。私は後悔することしかできませんでした。その後夫の代理人だという弁護士から電話がかかってきました。夫も娘も私とは二度と会いたくないと言っていて元彼シータにも慰謝料を請求したそうです。元彼が浮気していたことは勤務先にも知られてしまい妊娠中の奥さんはショックを受けて実家へと帰り別居状態とのことです。私は騒動を起こし迷惑をかけてしまった責任を取って再就職先となった勤務先を辞めました。私の居場所はもうどこにもありません。財産分与のために3人で暮らしていた家も売却されます。ちょっとした出来心で仕事も家も大切な家族までも失いました。私には後悔と絶望しか残っていませんけれど、もし許されるのであればいつの日か二人に会いたいです。